私の名はゴア、地球の征服者だ。マグマ大使、平和というやつだ。人間どもがありあたがっている平和とはあれだ。俺は叩き潰してやる。あの平和を乱さず限り俺の地球政府はありえない。いいか、手段を選ぶな。情け容赦するな。徹底的に破壊しろ。人類からあらゆる平和を奪ってやるのだ。ボス、怪獣バルバスの準備ができました。よし、目標はあれだ。今お前たちに説明した人間どもの平和だ。議長の留守の間に事件が起こらんことを祈るよ。ああ、はい、こちら NPI 支局。はい、はい、分かりました。中見さん、怪獣です。何、怪獣？Thank you.
怪獣が逃げていく。よし、それ。わかりました。諦めろ。追ってもバルダスは捕まらん。幻の怪獣だ。幻の？マグマにもよく伝えておけ。今度こそたっぷり暴れさせていただくとな。地上の平和という平和は残らず破壊してやる。地球もいただくとな。父を食わねえ。村上さん、どういう意味なんですかね。コアが言った幻の怪獣とは。奴奥多摩の発電所にまで。何、発電所？ええ。じゃああの辺り一帯は今夜から。ええ、暗闇ですよ。このままじゃ地球上全部が暗闇に覆われてしまいます。スクランブラー何をしてるんだろう。いくら幻の怪獣でも行動範囲ぐらいつかめそうなもんだ。しかし村上さん、今度の怪獣ばかりはスクランブラーが映っても先へ先へと出てくるんですからね。おそらくバルザスが暴れ出したのであろう。私も奴の正体が知りたい。よく確かめてくるのじゃ。はい、わかりました。アース様、アース様でもお分かりにならないんですか。今度の怪獣がどんな怪獣か。まだ何とも。だがこれだけは確かじゃ。アース様、それはゴアのことじゃ。油断はならんぞ。いよいよ本腰を入れ出した。地球征服にな。はい。ガム、何も言わなくても分かってんだろ。ああ、怪獣バルザスにスクランブルが引っ張り回されてるんだろ。ストップ、話し合った。出発、出発、さあ。見えるかい、何か。欲しいな。パパからの連絡だけど、この辺りなんだろうな。ガム、もっと高度下げてくれ。あ、ガム、あの山のところだ。よし、いないじゃないか。確かにこの辺で声がしたんだけどな。もっと向こう行ってみよう。ああ、怪獣だよ。バルダスの足跡だ。ガム、行こう。うん。
いないぜ。ちっちょう、どこへ消えちまったのかな。でも、この辺にいることはいるんだ。緊急出動隊に知らせようよ。あ、火事だ、こっちへ来る、行くよ。ちょっとです。止まった。ガム、離れていなさい。では手回しの出前。諦めて地球から手を引け。さもないとあのバルザスが今に世界中を破壊するぞ。ゴア、強がりはよせ。姿を消して荒らし回るの、地球ではコソ泥という。何？落ちぶれたものだな、ゴア。お前も地球欲しさにコソ泥まで成り下がったか。何？くそ！撃てい！お父さん！マグマ大臣！二人とも怪我はなかったね。はい！はい！大丈夫です。うん。ゴア！見ておれ！バルタサは私が必ず仕留めてやる！消える怪獣か。信じられんな。本当なんですよ。ヒュードロドロドロって。ねえパパ、だからスクランブルの警戒網も役に立たないんだよ。今の話だと足跡だけが残されている。とすればそこに弱点があればあると見えるな。ええ。スクランブルの海老名さんに連絡を取りましょうか。ああ。はい、こちら NPI 支局。え、上野にバルザスが何、動物園の方に向かってる。赤城さん、どうします。先に行ってくれ。こっちが終わったらすぐ行く。わかりました。マグロ君。はい、頼む。大変なことになります。よし、わかりました。それ
静かだな。エビラさん、ヤツのことです。きっと姿を隠してるに違いありません。よし、手分けしよう。はい。第一班は右、第二班は私と一緒に左へ回る。頼む。はっ。それ。北さん、前進。エビラさん、バルダスの足跡に気をつけてください。わかった。北さん、マロ君、行こうか。はい。じゃあお願いします。マロ君、行こう。北さん、ここで切れてるよ。うん、こっちも。ちきしょう、またやられたか。分かったぞ、マグマ。バルザスは植物怪獣じゃ。植物怪獣。何ですか、植物怪獣って。いわば混血児。動物と植物との間に生まれた怪獣じゃ。まあ普段は動物の姿をしておるが、土の中から養分を取るため、その時だけは植物の姿になる。時には大木にも、また可憐な花にも。大木にも花にも。それじゃあかん。お前たちが足跡を見失ったそばの大木こそバルザスだったのじゃ。え？でもアース様、なぜ姿まで消すのでしょうか。それは X 線装置じゃ。おそらくゴアがバルザスの体内に仕掛けたものであろう。そうか。よし、見ていろ、バルザス。アッサマ、明日から僕、パトロールします。絶対見つけてみせますよ、バルザスを。ガン。ちょっと待ちなさい。今、アッサマのお言葉にもあったように、バルザスは変化自在の怪物らしい。その上、ワルジエの働くゴアのやつが、X 線までその体に仕掛けてあるとすれば、油断は大敵だ。マモル君とで怪物を見つけたときにはすぐ私を呼び出すのだ。すぐにね。はい、わかりました、お父さん。ん？
バルザスって植物怪獣か。そりゃアース様さ、何もかもお見通しさ。マモル、君が行こうって言ったのこの遊園地かい？ああ。僕遊びに来たんじゃないんだぜ。今日はバルザスの、だからパトロールするのさ。だから今度のゴアは繁華街とか動物園とか小学校まで襲ってるんだよ。今までのゴアとは違うんだ。憎んでるんだよ、人間の平和ってやつを。うん、そういや。時には大木にも、また可憐な花にも。マモル、見つけたぞ。え、バルザスが？バルザス来い。